どうも、かつやしです。今日はですね、ウォーキング雑談というか、をしていこうと思います。今ね、どこかの山に登った帰りでございます。最近ね、まあ、近くの山で基本的にね、こう、まあ遠足とかでも使うようなね、低登山っていうところが、まあ、下関ね、たくさんあるので、まあ、そのあたりをですね、ちょっといろいろ登ってみて、今年2020年は山をね、楽しみたいなとは思っております。で、最終的には、まあ何年か後に、まあ近い将来かわかんないけれども、キャンプとかできたらいいねっていうようなね、感じなんですけれども、まあいろいろね、まあ装備ってわけじゃないけれども、いろいろ買い揃えるのも楽しみの一つかなと思っておりまして、で、このね、今使っているこの DJI のこの、オズモモバイル3、これはやっぱりね優秀ですね。この山道を歩いているにもかかわらずそんなにブレないっていうね、これはね素晴らしいなとは思っておりますね。これは本当便利ですね。で、あと洋服関係なんですけれども、まあアウターはね、まあモンベルだったりだとかで揃えて、あとは、まあ、今ね、足元、この、見えないかな、ACG のスニーカーなんですけれども、ちょっとまた、別に欲しいなと、多分一足じゃね、足りないような気がするんですよね。結構、まだ何回かしか履いてないけれども、だいぶやっぱ山登りすると、ボロボロになるというかですね、まあ、傷も結構つきやすいっていうので、まあ、一足、二足ぐらいあって、まあその場に応じてですね、時々に応じて、まあ変えるのもいいかなと思っております。あとは、そうだな。まあ、天気がね、やっぱりね、いいとね、こう、気持ちいいなと、すがすがしいなと、山登り自然を歩くのはですね、階段が続くね。ずっと階段だね、ここは。すがすがしいなと思っております。あとは、やっぱね、僕、暑がりなんで、ほんと、山登りするとき、こう、洋服の、この調整ですね。そのあたりも、自分的に、どんな感じがベストかなっていうふうにね、こう、なんていうの?なんていうんですか、こう、探り探りしながらですね、いろんな山に登っているような感じでございますね。まあ、夏とかって、結構虫とかが多いから、どうなんだろうか。まあ今の時期、春先、どんどんいろいろ登って、夏はハイキングかな?ハイキングとか楽しめたらいいかなと思ったりもするんですけれども、まあ、これはね、気持ちいいんですよ。ちょっと見せようか、景色。また別の動画であるんですけど、見えないね、これ。ちょっとタップしたら見えるかな?こんな感じ。あそこ、海なんですよ。海なんですよね。気持ちいいね、これね、太陽ね。太陽がめっちゃ眩しい。お、ここだけがちょっと、あ、大丈夫か。ここはね、前回登った青山だとか、あの辺に比べたらね、非常にね、こう、登りやすい山でしたね。うん。非常に、まあ、道もね、わかりやすくて、ずっと一本道というかですね、この前の青山は、印がないとちょっとわかりづらかった部分もあるので、まあ、それに比べると非常にね、こう、歩きやすいし、まあこのね自然を感じながら鳥のね鳴き声だとかを感じながら自然をたっぷり満喫しているような状態でございます。あと最近ドライブ雑談ドライブトークできてないっていうかしてないんですよね。結局スマホで僕やってるじゃないですか。それどうなのかなとか思って、カメラだけをこっちに向けたら大丈夫かな、画面がなんか僕の方を向いてたらなんかアウトのようなグレーゾーンのような感じもあるんで、どうしようかなと思っててドライブトークはしていないんですけれども、だからこういうね、まあ登山最近するんで、こういう時のなんか道中いわゆるウォーキングトークみたいな感じで変えていってもありかなと思っているんですよね。車で運転しながら、まあ、スマホをこういう風にやってるわけじゃないから大丈夫だと思うんですけど、ちょっとわかんないんで、一応だからしてないような感じです。
カメラだけこっち向けたら OK かなとは思っているんですけどね。まあまあそれは別にいいか。いやー、このね、やっぱね、去年とね、去年全然山登り多分してなかったと思うんですよね。まあ、そのあたりともちょっと今年は変えたいなとか思っちゃったりして、何でも変えられるのって自分だけじゃないですか。自分だけだと思うから、まあ、そこですよね。いろいろね変えていけたらいいかなとは思っておりますが、ちょっとね道が今二股に分かれてたから、さっきの道をずっとねまっすぐ行くことにしました。いやだから、何話したっけ忘れた。まあいいや。あ、そうそう、だから、2020年こうねいろいろ、まあ、変えられるのは自分だけだという感じでですね、いろいろまた挑戦というか、で洋服ね、まあ、洋服の話になっちゃうんですけど、洋服は今年ね、去年ね、いっぱい多分買ってたじゃないですか、おそらく。おそらくね、いっぱい買ってたと思うんですよ。今年もまあ、どれだけ何を買うか、ね、またいろいろ発売すると思うから、気になったりすると思うんで、あれなんですけれども、まあ、種類はちょっと減らしていきたいなとか思って、この前のユニクロ U のナチュラルカラーの半袖の T シャツとかがすごい気に入ってて、あれをベースにあのパンツだとか、ビームスプラスのミリタリージャケットみたいの買ってましたけれども、ああいったねこうシンプルな感じを楽しめたらいいなぁとはね思っているんですよ。まあ今からね真冬は真冬なんですけれども、今年結構こう暖冬というか、寒く、そんなに寒くないじゃないですか。一瞬寒いなーっていう時もあったりはしてたりするんですけれども、まあ言うほどなんか寒さを感じない今年ということでですね、気分的にはもうやっぱ春夏物欲しいなとは思っていて、なんかね急にまた坂ですね、春夏物が欲しいなと思っているんで、まあ今の時期も着られるアイテムで、春も着られるアイテムは、そのあたりをですね、お手頃にいろいろゲットして、自分自身がこう着たい服装って皆さんそれぞれあるじゃないですか、まあ、そのあたりをですね楽しみながら着ていけたらいいかなとは思っているんですけれども、皆さんはどういうような服装ファッションをねしますでしょうか。ちょっとだから僕今年だから本当山登りとかハイキングとかしたいなと思ってるから、そっち系でも当然使えるような、アウトドアスタイルっていうんですか、まあ、そっち系もね何かあったらいいなぁとは思っているんですけれども、山道はね喋ってたら結構息は切れますね。そういったねいろんな服をね、いろいろたくさん去年みたいにいろいろ試すんじゃなくて、まあよりこう自分なりにねこう絞った服装をねできたらいいなとは思っているんですけれども、まあそれもその時になってみないとわからないんでね。去年買った T シャツとかって結構ほんとグラフィックが多くてザみたいな感じが多かったから、今年着られるかなとかいう風に思っちゃったんですよね。そしたらやっぱ無地系のアイテムの方がまあ 2シーズン2シーズン2年ぐらいは着られるんじゃないかなとは思っているんですよね。まあシンプルなね、まあなんかロゴみたいな感じだったらいいんですけれども、まあそのあたりですね。だからやっぱりなんだかんだで無地とかに戻ってきそうな気はする今日この頃って感じなのかなと思います。これね多分ねまだ30分ぐらい歩かなきゃいけないからひたすら終わらないと思うんで、まあ、この辺りでですね久しぶりにこう歩きながらの動画というか、まあ、ドライブトークを
まあどうしようかなというふうな考えもあったので、まあしてなかったんですけれども、まあこういったね、山登りとかが多くなったりだとかしそうなので、まあウォーキングトーク、ウォーキング雑談みたいな感じで、今後は少しずつ、まあね、動画のペース自体ちょっとあえて落としてるというか、してるんですけれども、まあね、自分のね、チャンネルなので、まあ自分がね、好きなようにしたら、いいんではないかなというような感じの2020年で、この動画を終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。岡田剛でした。ではまた見てください。